ゲーム実況立ち話どんどんパフパフあれおかしいな、2回目なんだけど、太郎さんなんか元気なくないくないですか。いや前回から元気ないよ前回から元気ないけど、まああのね、はい、私も反省しましたよね。作り手さんがいるわけですから、はい、そこを尊重しないわけにはいかないとね。あ、まあ、だからまあ、ね、うん、はいはいはい。じゃあってことは前回みたいに荒ぶることはないってことですか。ないよ。もう今日はね、こうリスペクトをしながら、はい、ちゃんとサクサクプレイをね目指してやっていきたいなと思っておりますんで、ね、あ、じゃあ今回は純粋に恋愛を楽しんでくれるということでよろしいですね。まあ不服ですけどね、まあ仕方ないなちょっとね。いやでもはい、はい、まあ幸いにはこのヒロインたちはすごい可愛いわけですから。まあそうですね。やっぱ太郎さんに関しましてはやっぱりこれあの大丈夫じゃないですか。あのなんかそんなね、絵は嫌だ、嫌だな、こんな女の子と恋愛したくねえとかっていうことはない、ね、っていうことはないけど、私思ったんですよ。ここの最適解って、あの、ホタルちゃんと先輩が付き合うことだと思うんですよね。いや、大丈夫ですか。もう荒ぶってますけど。荒ぶってないですけど、いや、別に男が入る余地はなくな、余地はないっていうかさ、必要はなくないですかね。こんだけ可愛い子同士。はい。スタート。はぁ、疲れた。家に着いた途端、力が抜けたようにベッドに横たわった。お姉さんのことを思い出す。別れたところからですね。そうですね。お姉さんと別れてお家に着きましたね。はい。まさか人違いから始まる出会いがあるとはな。ねえよ、そんなの。自分でも意外だが、これも何かの運命なのかもしれない。ごめんなさい、ねえよそんなのが見えないんですけど。いや、あ、すいません、行間読んじゃいました。ちょっとね、私の悪い癖なんですよね、行間読んじゃうんですよ。なんてな。絶対言わない絶対なんてな言わない。まあいいわ。そういえばお姉さんの連絡先とか一切聞いてなかったな。 LINE か LINE か、同じ高校の先輩、まあ多分学校で会ったりするだろう。なるほど眠い、今日はもう疲れた。寝るか。パチ。こんな羨ましい疲れ方あります？太郎さん。ないよ。あるわけねえだろ。どうした？あ、画面が砂嵐になってる。大変見づらい映像が続いております。バリン。うわあ！ホラー的な要素が入ってますね。ホラーっすね。一体何なんだよ。また悪夢か。昨日よりはっきりした気がする。どこかで聞いたことあるようなないような声。ん、まあ、ホタルちゃんの声でしたね。まあ、ホタルちゃんですね。わからん、誰だろう。ホタルちゃんですね。あたりを見渡し、ね、目覚まし時計がベッドボードから落ちていることに気がつく。これさ、ベッドの上のやつ便利だよね。私こういうのもなんか使ったことないけどさ、ここにティッシュとかアラームとか置いたりさ、いや全部ねこう鉄パイプのベッドだからさ今ね、あ、なるほど、ベッドアームつけてタブレットつけれるようにしてるんだけど、やっぱさ、はいはい、目覚まし時計とか置きたくない、こう枕元に。まああんまり使わないですけどね。あ、そう。あ、まあ今ねタブレットアームにさ、昔使ってた iPhone 挟んでアラームにして使ってるんだけどね。目覚まし、はい、iPhone が一番使いやすいかなと思うんで、あ、まあ、そこはいいんですけど、まあね、もうちょっとね、ティッシュのとかね、私結構鼻炎だからさ、あの季節によって鼻水すごいんですよね。はいはい、うん、あ、そういうティッシュね。うん、そう、あ、違う違う違う、そういうティッシュ、あの、そういうティッシュじゃん。ね、あの、あっちじゃない、普通に鼻炎なんですよ。アレルギー体質なんでね。うん。だからこれ、まあ、ベッドボードあるやつね、いいなと思うんですよね。はいはい、まあこの辺にティッシュはなさそうですけどね。あ、そうですね。まあこの子は多分あのね、鼻炎とかもないんでしょうね。羨ましいですよね。私さ、ほんと、猫アレルギーでさ、猫好きなんですよ。進めてください。全然進まないじゃん。拒否反応がすごいもの。あ、まあいいわ。焦るわ。寝ている間に落ちてしまったのだろうか。ガラス面にひびが入っていた。針の向きから察するに6時30分だろうか。これさ、下のさバーが消えないからさ、はい、文字が見えないんだよね、半分。あら、まあいいわ。いつもより早く起きてしまったな。二度寝をするか迷うところだ。たまにはホタルに自分が起きてるところを見せておこうかな。そう思って学校の支度を始めた。あ、もう女の子との生活に慣れてきてるじゃないですか。慣れてるっすね。慣れ慣れっすね。よし、これ準備 OK だ。
誰だよ。ちょうどいいタイミングでホタルが来たようだ。誰だよって。ホタルやゆうくん。ゆうくんおはよう。あ、来たな。お、おはよう。あ、うらやましい。あれ？ゆうくん、今日はパジャマじゃない。毎朝パジャマ見に来やがってよ。たまたま今日は早く目が覚めてさ。へえ、珍しいね。私、ゆうくんが支度する時間も考えて早めにいつも来てるけど、これじゃあちょっと早すぎたかもね。そうだそうだ。いいな。いや、まあたまにはいつもより早く行ってもいいんじゃないか。それもそうだね。イチャイチャできる時間増えるだろ。アパートの階段を降りる。イチャイチャね。わー、この階段一緒に降りたの初めてじゃない？どんだけ起きてねえんだよ。言われてみればそうかもな。なんだか一緒に投稿してる感じがしていいね。いつも投稿してんだろ。いつもだったらゆうくんのこと待ってるけど、明日も今日みたいに私が起こしに来る前に支度済んでたらいいな。まあ起きれたらな。起きてよ。はい、ゆうくん目覚ましかけてないの？意外と似てるところもありますね、ゆうがくんと。うん、まあでも起きるよ、私はちゃんと朝起きてね。そっち、仕事に遅刻したことないんで。なんなら高校も遅刻したことないんでね、はい、うん、まあ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 。でもなんかせっかくね、可愛い女の子から誘い来てんのに、うん、こうとか言って言っちゃうあたりは似てんだと思いますけど。まあね、人付き合い苦手なんだよね。なんて言うんだろうな。寂しがり屋だからね、誰かと言いたいんだけどね、誰かに話しかけれないし、誘われたらめんどくさいって思うタイプだからね。いやでも今回はもうホタルちゃんにめちゃめちゃ誘われてますから。まあそうだね、いたらいいよね、こういう子ね。隣の部屋とかにいたらいいよね、こういうことね。いや、いますから、います。あ、いるんだ、同じアパートですから。あ、そうでした。はい、うん。もうゆうくん、私に頼りすぎだよ。ん？もし私が風邪かなんかで休んで起こせなかったらどうすんの？学校休めばいいだろう、私だって。幼馴染が風邪ひいたんだよっつって家で寝てればいいだろう。身も蓋もねえって。その時はその時だ。第一、今までそんなことなかっただろう。なにそれ、呆れちゃう。まあ私は学級委員長ですし、ゆうくんとは違って真面目ですからね。あ、本当に委員長だったっけ？前回学級委員長じゃねえみたいな話したんですよ。なんかニュアンスでしたよね。うん、どっちなんですかねこれ。俺の膝に蹴りが入った。ローキック。いけちゃってる。ゆうくんのバーカ。そう言って彼女は走っていく。いつものやりとりだ。いつも先に走ってんの。ブーブー。ん？勢いよく走る車が T 字路の未来に移る。あ、不穏だ。おい、まずいんじゃないのか？ホタル、止まれ！ああ、急にバッドエンド？ではなかった。これはぶつかってなくないですか？ああ、よかったよかったね。間一髪のところだった。はい、今、彼女の手を掴み損ねていたらどうなっていたことだろう。ゆうくん。ホタル、怪我はないか？うん。そうか、よかった。さっきの車はそのまま通り過ぎていってしまった。俺はとっさにホタルを掴んだ手を離そうとする。待って。ん？学校まで。このままがいい。そうか。なんて羨ましいシチュエーションだ、太郎、まったく。太郎、まったく優雅なんだけどな。ああ。どうやら、太郎だって。よっぽど怖かったらしい。いつもより早い時間だったおかげで、通学路に人はいない。そのせいか、車もスピードが出てしまったのだろう。いるよね。なんかさ、学校、特に小学校の前とかね、移動式のオービスみたいなさ、置いてあるところをね、私たちの小学校もね、そうでしたよね。まあ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 、まあ、俺も引き逃げされたことあるんだね。あ、マジで。いや、先日ね、上司がね、その、まあ、いつも朝早くさ、いやいや車出すからさ、その、はいはい、ね、移動式のオービスがあると思ってなくて、普通にね、40キロ制限のところ60キロぐらいで走ってたらしいんですよ。そしたら、パーって光って、うわー、やっちゃったっつって。危ないですね。いやー、はい、ね。何時から取り締まってんだよって。一歩間違えてれば死んでいたかもしれない。本当に危ないところだった。あ、水でも飲もうか。あ、羨ましいな、太郎くん。ねえ、そうだな。ゆうくん。そうだな。ん？さっきは、ありがとうね。ホタルが無事でよかったよ。今度は気をつけろよ。うん。完璧に手つないで投稿してるじゃないですか。そうですね。いいね。そんなことあったらいいね。
だからあるんだってば。もしあの時ホタルが車に轢かれていたらと思うとゾッとする。今度から投稿の時は気をつけないとな。どうですか太郎さん、今のこダメージの方は。ダメージの方結構深刻だよ。さっきからチャチャ入れてないとね、精神が持たないよこんなの。チャチャ入れ禁止したらどうなんですかこれ。ちなみに、あ、やめるよ。あのしばらく歩いてると向こう側に学校の門が見えてきた。いちいちダメージがすごいですねこの差し。何見せられてんの。長え。やばいやばい、浄化されかかってる太郎さんが。パッとつながれた手がほどけた。あー、ほどけちゃった。ああ。もう大丈夫。大丈夫だから。めっちゃ照れてるじゃないですか。おう、それはよかった。前を向くと、校門はすぐそこにあった。ああ、なるほど。学校に近いから手を離したんだな。確かにさっきの状態を見られたら誤解されかねない。いくら朝とはいえ、学校に人がいないわけではないからな。やけに早く来てるやつとかいるよね。何してんのあいつら。こういうことしてるんですよ、太郎さん。なるほどね。はい。そうだな。教室にはいつも通り誰もいなかった。うちのクラスの連中は、そういうカラーなのかわからないが、みんな来るのが遅い。はぁ、お腹すいた。ねえ、ゆうくん朝ごはん食べよう。だから私、プロテインだっつってんだろ。サンドイッチだっつってんだろ。そうだな、俺も腹減った。閉められたカーテンと窓を開け、そのまま窓際の席に腰掛ける。またサンドイッチ食えよ、ほら。ラップに包まれたサンドイッチを手渡される。いつもありがとな。じゃあいただきます。ちょっと待ってゆうくん、実はこのサンドイッチ昨日と違うところがあるんだ。食べてみなきゃわかんないだろ。え、今日はわかるか。今日わかるかな。そういえば昨日、次は違いに気づいているとか言っちまったな。ゲーセンとかお姉さんのことですっかり忘れてしまっていた。食べ終わったらどこが違うか教えてね。まあ仕方ない、50円ぐらいだったら払ってもいいよ。じゃあいただきます。何が違うんだ、同じじゃないか。わかんねえ。昨日に引き続き今日も何かが違う。パン、レタス、ベーコン、卵、具材は昨日と同じだ。卵も半熟になっているし、香りはこれはいつも通りか。あ、食ったらわかりますよ。うん、柔らかい、もしかしていつもより柔らかいとか。50点、惜しいね。なんで柔らかいんでしょうか。柔らかいもんは柔らかいんだろう。なんでか聞いてんだよ。そんなに俺食べ物に詳しくないからわからないよ。そっか、いやこれはさすがに気がつくと思ったんだけどね。まあいいや、実はね、食べやすいかなって気づけよ。ファンのみんな手伝った。待って、それはおめえが悪い。いや待って、昨日の画像あったっけ。ちょっとさ、画像とか言うな。画像とか言うな。ゲームじゃないですか、タロさんはこの世界の住人ですから。はい、ああそうした、私はね、画像とか言わないでいただいて。やばいまで気づいたら気づけよ。いや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 、言われてみればそんな気もする。ゆうくんって意外と盲目だね。仕方ねえだろ、人の目も見れないんだから。手に取った時に色の違いで気づくと思ったんだけどな。だってあんなの9割方白だろ。あんなの意味なんて1割だろ。1割の茶色なんか気づかねえよ。言ってない言ってない、ゆうがくん言ってない、そんなこと。いやでも一応違いには気づけたぜ。柔らかいじゃ正解とは言えないかな。いや正解でいいじゃん。そうだぞ。50点はな、四捨五入すれば100点なんだよ。昨日ゆうくんなんて言ったっけね。変化に気づく男になるぜ。うわあ、やめてくれ。ゆうくんはやっぱり鈍感だね。そんなゆうくんにサービス問題。鈍感っすね。これも違いを当てるクイズだよ。なんですか。これに正解したらゆうくんにはプラス150点を差し上げましょう。あるよね、こういうノリのクイズ番組ね。なんかあの最後の1問正解したらそれまでの努力が全て水の泡になるみたいなさ。いやいや、かわいいじゃないですか。サービス問題やってくれてるんですから、ね、その点数ってなんか意味あるのかよ。読めなかった。好感度パラメーターみたいなもんかな、うん、急にギャルゲーみたいなこと言いました。いきなりギャルゲー要素が。
なんで150点とかそんな細かいことは気にしない気にしない。問題。なんだか嫌な予感がする。今日の私、うわー出た、こういう質問さ、わかるわけねえだろそんなの。いやいや、ちゃんと見てください。いや、え、食べ物じゃないの。いや、食べ物じゃ食べ物かもしれない。いつも一緒にいるし、さすがに気がつかないわけないよね。あ、まあそりゃそうよ、ホタルちゃん。おい、マジか。だって何も変わってないっすよ。今日ちょっとヘアピンとか変わって、ヘアピンとか変わってかもしれないし、うん、そうだね。なあ、ホタルさん、今日ちょっと意地悪すぎやしませんかね。何よ、私別に意地悪してるつもりなんかないんだけど。いや、してるだろ。さあ、どこが違うのか教えてちょうだい。ほら、教えろ。いつもより可愛いんじゃない。あ、いいこと言った。可愛い。そうだね、まあさすがギャルゲーの主人公だ。ゆうくんずるい。太郎さん、いいこと言うじゃないですか。どこがいつもより可愛いと思う。あ、さすがトーマさん。反応でいっか、反応で。反応かな。ほら、今朝だって。あ、あれはその、仕方がなかったの。怖かったんだよね。わかるわかるよ。あんまり口くんと110点分の力で制裁するよ。どんな力だよ。よくわからないけど、やばそうなことだけは伝わってきた。まあ、いいや。本当は別の答えがあったんだけどね。ユウくんはどうやら気づいてないみたいだし。だって変わってないじゃん。ユウくんって意外と私のこと見てくれてないよね。だから人の顔見て話せねえんだよ。まあいいんだ。鈍感なのがユウくんだしね。鈍感系じゃないと話進まないからな。ごめんな、こんなところに一緒にいるのに。その気づけなくて。鈍感が多いな。いいんだ。まだまだ私の努力が足りてないってことだから。そうだそう、頑張れよ。努力？どういうの？なんでもないよ。もうこんな時間だね。私そろそろ授業に向かうよ。おう。努力してくれてるんですって。なるほどね。慌てた様子で席を立つホタル。ふわっと甘い香りがした気がした。ね、コロンかな。ホタル、今日なんかいい匂いしてない？もしかして変化って？今さら気づいたって遅いんだよ。まあいいんじゃないですかね。周りに分かるぐらいにつけてきたらそれはそれで迷惑ですからね。節度をわきまえて。太郎さんが現実でやってたらセクハラって言われる未来しか見えない。まあそうっすね。やだよね。女の子にさ、今日いい匂いするね。ちら通報案件だ。怖っ。怖いわ。それこそ怖い話で紹介できるレベルだわ。ああね。いや、最近セクハラとかうるさいからね。本当にね、髪切ったみたいなのもセクハラって言われるような時代らしいんでね。本当なんか、まあ言論統制とは言わないけれども、まあ気をつけていかないとね。いつ自分がそういうね、はい、なんか性犯罪者的なあれになってしまうかわからないからね。怖いね、本当。ベーっと舌を突き出して、そのまま彼女は教室を出ていった。どうやら正解だったらしい。時計を見やる。いや、10分だろうか。俺もそろそろ授業を受ける体制に入るか。一限目の教科書を机の上に並べる。なんか汚いっつった。そういえば、今日からホタルと勉強会するんだっけな。いつもは空を眺めるところを、今日は教科書を眺めることにした。折れ目のない綺麗な教科書の1ページ目を試しにめくってみる。なるほど、これは険しいな。あ、これはもうホタルちゃんにね、手取り足取り。そうっすね。とりあえず、勉強はホタルと一緒にやることにしよう。教科書を積み上げ、枕を作る。俺はそのまま突っ伏すことにした。そろそろタバコ吸っていいかい。ダメです。なんで高校生だぞ。タバコ吸うわ。今日もなんだか一日が短く感じた。まあそんな大して何もやってるわけではないからな。今日あった出来事といえば、ホタルと朝食を食べて変化のクイズを出されて、あとは適当に暇つぶしをしていただけだからな。友達いないな、これ。いないな。まあ、いいんじゃないですか。友達いないな。ね、10人の男友達より可愛い女の友達、ね、彼女候補が1人いる方がね、多分幸せだと思うよ。お待たせー。あ、ゆうくん、お疲れ。ちょっと遅くなかった？ごめん、ごめん。さて、勉強どこでしよっか。よくよく考えたらさ、気づいたんですけど、学校に残って勉強すればよくない？まあ、うん、それも思ったんですけど、ホタルちゃんの家で勉強すればよくないですか、これ。あ、でもね、ホタルちゃんが家にあげるのも嫌なんだってよ。
ああ、なるほど。そう、なんかね、家にあげるのもあげさせる、ん？なんだ、上がるのもあげるのも嫌なんだって。なるほど、ね。変わってるね。まあ、学校に残ってね、勉強っつってもね。でももう靴履いちゃったし。じゃあ、どこで勉強すればいいと思うの？まあ、図書館とかね。だよね。ホタルは昨日、家はダメだと言っていた。そうなると、カフェとかどう？寝カフェでいいんじゃない？寝カフェ行こうぜ。そっちの方がめんどくさいよ。そっちの方が家よりエッチだよな。寝カフェいいよ、寝カフェ。だって一番近いカフェでも駅前まで行かなきゃいけないじゃん。じゃあもう家でいいじゃん。だいたい駅のカフェって人がいっぱいで、とてもじゃないけど勉強に集中できないと思うよ。だよね、みんな自分のなんかさ、MacBook とか見せびらかしながらさ、なんかアフィカスとか言ってんだろ、あれ。いや別に見せびらかしてるわけじゃないです、あれ。うん。まあ、確かに言われてみればそうかもしれないな。じゃあ、今日それ勉強しよっか。結局、校舎に戻ることになった。なんでいつも校門で待ち合わせてるんですかね。隣クラスなら来ればいいのに。まあまあ、恥ずかしいっていうのもあるんですか、それは。めんどくせえな。いつもの教室に入ると誰もいなかった。わあ、貸し切りだね、ゆうくん。それこそ図書室とかいいんじゃない？貸し切りだよ。貸し切りだけどね。まあ、まあ、いか人いないんだろうね。うん、他の人がいますからね、図書室とか、ね、まあ確かにね、特にテスト勉強期間ってね、うん、図書室とかね、みんな使うようになるよね。あ、教室誰一人もいないのは逆になんでなって思います。確かにね。いつにもなくはしゃぐホタル。普通テスト期間って学校に残ろうとするやつくらいいると思うんだけどな。そうですよね。それもそうだね。でもみんな帰ってるみたいだし、こんなクラスだな。広々と伝えていいじゃん。みんなね、家で勉強してるんだよ。まあそうだな。じゃあ早速勉強会始めますか。お、私世界史は好きだったんだよ。もう何も覚えてないけど。朝食と同じようにホタルの斜め前の席に座る。ゆうくん、何の教科やるの？せっかくだから一緒のやつやろうよ。数学教えてください。私ね、数 1A とね、ん？ 1A あるじゃん。あれ8点と16点だったんだよ、はい、極度に数学できないんだよ。マジで本当に数学何言ってるか分かんない。まあ、ホタルちゃんに教えてもらってくださいよ。そうだね。そうだな。わからないところ聞けるし。私、国語がやりたいな。国語は別に80点とくらい取れてたから別に問題ないんだよ。国語か。教科書持ってきてたかな。あ、あった。置いとくもんじゃない教科書ってさ。ロッカーなかった？いや、なに、この国語は違うんですよ、太郎さん。あ、そうなんだ。教科書は全部置いてたけどね。あれ？ゆうくんの教科書、新品みたいに綺麗だね。例えばそうでしたね。まるで一回も開いてないみたい。お前授業中何やってんだよ。物を大事に使ってるんですよ。あ、確かにね。まあ私も物持ちいいからね、はい、そういうところですね。どうしてだろう。教科書を見てると胸がざわつく。多分あんまり見てないと思う。正直だ。それ結構やばいよ。まあ、それには同意するわ。今回の国語の範囲すごく長いから、もしかしたら赤点になっちゃうかも。赤点いつも取ってたからね、心配することじゃないよ。なんかすごく顔がこわばってるよ。なんだよ。まさか他の教科もそんな感じなんじゃないの？そう。まさか。ふーん。にっこり微笑むホタル。いつの間にか机の横にかけていた俺のバッグは彼女の手の中にあった。ゆうくん、この中に入ってる教科書全部新品みたいだけど。もうゆうくん、これまずいよ。期末まであと1週間しかないんだよ。よく高校受かったな。ごもっともです。というか、どうして教科書開いてないのさ。授業ちゃんと聞いてないの？聞いてるわけねえだろ。聞いてるよ。全然リンクしねえんだよな。なんか優雅くんと太郎さんの心が全然シンクロしないんですよ、さっきから。ね、合うわけねえだろ。ギャルゲーの主人公だぞ。私みたいなヒーロー中がな、同調できるわけねえだろ。ギャルゲーの主人公ですか、太郎さんは今。あ、マジですか。ギャルゲーの主人公か。大きなため息をつくホタル。優雅くん、そんなんじゃダメだよ。分かってるよ。ただ、なんていうか、昔から文字読むのが苦手でさ、そこは同意できないな。私結構ね、国語とかは好きだったよ。夢も好きだったからさ。同意してください。だって、ラノベとかさ、めっちゃ読んでたじゃん。ラノベに限らず、純文学とかもさ。うん、まあまあまあ。うん、そういうもんだよ。いや、シンクロしてください。今苦手です、太郎さんは。そっか、私は国語がね、苦手でしたね。
はい、読むのが苦手何寝ぼけたこと言ってんの。煽られてますけど煽られてますけど、いやだって本当に適当に教科書をめくる。空を見てごらんなさい。そしてあの羊はあの花を食べてただろうかと考えてごらんなさい、はい、そうしたら世の中のことがみなどんな変化ね、どんなに変わるものかお分かりになる、でしょう。何言ってんのこいつ。そして大人たちは誰にもそれがどんなに大事なことか決して分かりっこないでしょう。であれ読める。ゆうくん大丈夫。いやなんか勘違いしてたのかもしれないな。そうだよゆうくん、読もうと思ったらちゃんと読めるんだよ。そうそうだよ。まあ、うん、確かに中学校に比べたら内容も難しくなったし ね。ストーリーなのに太郎さんはめちゃめちゃ使えるっていう。いやそうだね。本当に本当にシンクロしてないですよ。シンクロしてください頼むから。いやー努力する。そこはスラスラ読めてくださいよ。いやあんな難解な文章読めねえよ。だからって現実から目を背けちゃダメだよ。わ分かってるよ。勉強どうしてだろう。どこか懐かしいような近しいようなそんな感じがする。まあなんかねいろんな伏線が入ってますね。うん。ホトルは教科書を見ながらプリントに穴埋めをしている。そのプリント何？ああ授業で配られたテスト対策プリント。記述形式の問題はここからいくつか出すって。へえ。ってゆうくんクラスは違うけど先生は一緒なんだから持ってるでしょ。こいつ授業中寝てるからさ聞いてるわけねえだろ。ああこれです。半分によって教科書に挟んでいた紙を取り出す。テスト範囲は教科書の120ページと。俺は適当にプリントを埋めていった。羨ましいデートですね。そうですね。なんだか疲れちゃった。俺もだ。あやばい、もうそろそろ学校から追い出されちゃうね。なんかあったっけそういう時間帯。まあ、あるか。何時だろうね。ありましたね。僕の高校とか。なんか私はね、生徒会だったんだけど、あの学校祭期間は、はい、6時かな、7時ぐらいにはあの全生徒を返すような役割を担ってたんだよね。はい、でもその効果ってさ、別になんか何時になったら帰るよって言われた記憶がないんだよね。何時までだったんだろう。うわ。気がつけば時計は16時50分を指していた。早いな。そんな時間に返されたらさ、ね、だって部活動の生徒とかね入れないもんね。それは、うん、まあまあまあそうっすね。確か下校時刻は17時だったような。そろそろ出なきゃまずいか。早いな。どうしよう、今日まだ国語のテスト対策プリントしか埋めてないよ。家でやれよ。いや太郎さん、太郎さん遅うじゃないですか。いやねえ、そんなことないよ。私はね、そんなことしないよ。棒の字幕が入ってますよ。でもこの調子だったら、あとは数学と理科と社会と英語だろ。あと6日もあるんだったら、1日教科やっても余裕じゃん。何言ってるの、ゆうくん。そんな1日1教科終わるわけないじゃん。英語はね、私の高校は普通に教科書読んでればね、あの90点ぐらい取れたよ。教科にはね、うん、よりますからね。ホタルちゃんは真面目ですから。そうですね。上条東馬くんとは違ってね、ちゃんと勉強してるんですか。テスト対策プリントテスト範囲の一部でしかないんだよ。国語は他にも漢字書き取りとか古文漢文があるから、まだまだ1教科も終わってないんだよ。でも30点取ればいいんでしょう。ま、マジか。低いな基準が。普通、想像以上にテスト勉強は厳しいみたいだ。いや、分かってはいた。分かってはいたが、今までそういうめんどくさいことは全部後回しにしてきてしまったのだ。せめて授業くらい真面目に聞けばよかったのかもな。あ、そう、これはね、本当に思うね。これは、家帰ってからも勉強しないといけないね。そうだね、家帰って勉強しようよ。ゆうくん一人じゃ勉強できなさそうだよね。おっとフラグが。フラグが。黙り込むホタル。何かと葛藤しているようだ。どうしたんだよ。ねえ、ゆうくん。ようやくホタルが口を開いた。私の部屋、来る？行く。え？だから、一緒に部屋で勉強しようって。でもホタル、家にあげるのはまだダメって昨日言ってなかったか？これは仕方ないの。不可抗力です。実際問題、私も一人じゃ勉強できそうにないし。あ、そうなんすか。テスト乗り切れるかどうかわからない緊急事態だから、特別よ。そっか。
太郎さん、どうですかダメージの方は。私はゆうくんはそんなことする人じゃないって信じてるし。これさあ、ギャルゲーって何なんでしょうね、はい、どこに向けて需要があるのかな。あそんなことって何かな。昨日ホタルが聞いてきた質問を今度は俺が投げ返す。うるさい知ってるくせに。プンとそっぽを向くホタル。ああ悪い悪い。それでゆうくんはいいの、私の部屋で勉強するの。グッ、いいのかゆうくん。昨日と言ってることが真逆なのはさすがにどうなんですかホタルさんと思ったが、一度も入ったことのないホタルの部屋には入ってみたいと思った。まあ別にいいよ。じゃあ決まりだね、帰ろっか。隣の家なんだろう、だって。タロウさん、はい、ダメージが深刻ですね。もうさあ、ね、いいんじゃないですかね。いやでも別にね、家帰って勉強しなくても本当ね、早寝して早起きして、あの学校の授業ちゃんと聞いてればね、テストって点取れたんですよ。高3の時ねそれやってたけど、本当ね早寝早起きはいいっすよ。あの毎日進めてください、はい、タロウさん、タロウさん、仕方ないな。学校からの帰り道、いつもと変わらないはずなのに、なんだかそわそわする。住宅街に歩く音だけが響く。あら、お互い意識しちゃってますね。あら、この辺は車もあまり通らないし、あまり人を見かけない時間帯でもある。一人で帰る分にはいいのだが、こうして女の子が横にいると、なんだか気まずく感じてしまう。ゆうくんはさ、ふと、ホタルが口を開く。ゆうくんは、好きな女の子とかいる？え？あ、青春ですね。はい。これはね、あの告白のあれってね、なんかアニメではあれですよね。突拍子もない質問に答えを濁す。いるの？いるわけないだろ。そっか。そりゃそうだよね。あら、嬉しそうですよ、ホタルちゃん。そうですね。逆にいたらどうするんだよ。いや、もしゆうくんに好きな人がいるんだとしたら、ゆうくんを私の家にあげるのは良くないのかなぁ、なんてね。真面目ですね。別に好きな子がいてもね、家に上がるぐらいはいいと思うよ。気を使ってしまうということなのだろうか。大丈夫だよ、ホタル。俺は好きな人なんかいないから安心してくれ。そっかそっか。よかった。ホタルは男女関係になると何かと慎重だ。だからさ、ホタルちゃんはね、あの先輩と付き合えばいいと思うよ。私はね、それを全力で応援する。いや、慎重どころじゃねえだろ、そんな話。まあ、それが普通なのかもしれないけれど。そんなことがありつつ、アパートまで帰ってきた。ゆうくん、ちょっと準備したいから、その、1時間くらい待ってくれない？40秒で支度しない。あ、うん、いいけど。もしかして家にあげたくなかった理由って、部屋がすごく汚いとかそんなことだったりするのだろうか。そんなこと言うな。真相はともあれ、俺も蛍を部屋にあげることになったら掃除はしておきたい。じゃあ1時間後に私の部屋のインターホンをしてね。はい。おう、なんか1時間って聞いて文句言わないあたりがやっぱり僕とか太郎さんの違いなんすかね。まあどうすかね。まあ私も別に時間には寛容だよ。寛容植物だよ。うん、観葉植物さん。そうっす。一旦別れて自分の部屋に戻る。壁が薄いからか隣の掃除機の音が聞こえる。俺をあげるためにわざわざ掃除してくれるんだよな。大急ぎで掃除をしているホタルを想像するとなんだか申し訳ない。でも別にね、私の部屋綺麗だよ。いつも掃除してるもん。それぐらいするのはね、当たり前じゃないですかね、アレルギー持ちとして。はい、はい、あと1時間か。俺も部屋掃除するかな。多分これからホタルを俺の部屋にあげることもあるだろうし、そこそこ片付いたな。インターホンの音がする。どうやらホタルが掃除を終え呼びに来たみたいだった。俺は戸棚にあったお菓子と勉強道具を持って彼女の部屋へと向かった。